高井戸 IC 岡やジャンクションを表す高速道路ナンバリング標識中央自動車道は中日本高速道路株式会社が管理している東京都杉並区の高井戸 IC から愛知県小牧市の小牧ジャンクション及び途中の山梨県大月市の大月ジャンクションで分岐して山梨県富士吉田市の富士吉田インターチェンジを結ぶ高速道路通称は中央道 旧道路名は中央高速道路であり、道路名を高速道路から自動車道へ変更した唯一の高規格幹線道路でもある。高速道路ナンバリングによる路線番号は高井戸 IC 岡谷ジャンクション間が E20、岡谷ジャンクション小牧ジャンクション間が長野自動車道とともに E19、大月ジャンクション川口湖インターチェンジ間の富士吉田線が 東富士五湖道路とともに E68 とそれぞれ割り振られている。全域間を中日本高速道路が管理、営業している。東京区部から名古屋市近郊までを神奈川県北部、山梨県、長野県南部、岐阜県南東部を経由して結び、同じ東京、名古屋近郊を結ぶ、東名高速道路、新東名高速道路を保管する役割を持つ。 かつての五街道である、甲州街道、中仙道におおむね沿う形で整備され、高井戸 IC 岡やジャンクション間は、甲州街道を継承する国道20号と多くの、区間で並行する。開通当初は、東名高速や、名神高速と同様に、中央高速道路を名称として用いていたが、開通当初の暫定に車線対面通行で、 なおかつ中央にセンターポールも分離帯もないという状態であった上、追い越しも許されているというありさまであったにもかかわらず、高速という故障によって速度超過が多発したことによる交通事故が頻発してしまったために中央自動車道に解消された。なお、その後開通した高速道路では、東名、名神のバイパスとなる新東名高速、新名神高速を除いては、 道路名称に高速道路が用いられることはなく自動車道に統一されている。首都圏の放射方向の高速道路のうち唯一都心部が4車線であるため深刻な渋滞が発生することがある。沿線には相模湖や川口湖などリゾート地が多いことから平日と週末の利用者数の差が大きく観光シーズンの土曜日曜の渋滞型路線より目立つ。 また、高井戸 IC 八王子インターチェンジは平日、休日問わず、交通量が非常に多く、平日においても渋滞が多発している。多くの区間で並行する、中央本線と同様、日本国内の高速道路では特に標高の高い、地域を経由する。富士見バスストップ西方にある、中央道最高地点は、標高1 1 5メートルであり、2000年10月7日の、 東海北陸自動車道小川はインターチェンジ、日を見合 IC 開通までは、同地点が、日本の高速道路の最高地点であった。高速自動車国道の路線名としての中央自動車道は、東京都を起点に3方向に分岐する、富士吉田線、西宮線、長野線の3路線からなる。国土開発幹線自動車道建設法では、以下の通り指定されている。また、 高速自動車国道の路線を指定する政令では、次のように指定されている。これらについて、一般公衆に案内されている道路名に区分すると、以下のようになる。道路名、中央自動車道に、高速自動車国道の路線名を照らし合わせると、高い度 IC、大月ジャンクション間は、富士吉田線、西宮線、長野線の3路線の重複区間。 大月ジャンクション岡谷ジャンクション間が西宮線、長野線の重複区間で岡谷ジャンクション小牧ジャンクション間が西宮線の単独区間である。また、支線になる大月ジャンクション富士吉田インターチェンジ間は富士吉田線の単独区間になる。以下では、突起がない場合は道路名の中央自動車道について述べる。また、道路形状等に従い、 高井戸 IC 小牧ジャンクションを本線、大月ジャンクション富士吉田インターチェンジを富士吉田線と呼ぶ。中央自動車道と同様に東京と名古屋を結ぶ高速道路の一つに透明高速道路がある。距離もほぼ等しく中央道と透明高速とは相互に代替する機能を担っている。透明集中工事が行われる際は ネクスコ中日本のウェブサイトや SAPA の各施設で中央道への迂回を促すメッセージが掲載され料金調整も行われる一方で次のような点から中長距離輸送には透明高速が利用される傾向にある高速バス路線の利用状況首都圏と中京異性を結ぶ夜行高速バスでは首都圏の発着地に応じて中央道と 東名高速とを使い分ける傾向が見られ、新宿駅、池袋駅、多摩地域、埼玉発着は中央道経由、東京駅、渋谷駅、横浜発着は東名高速経由が多い。しかし、新宿、池袋発着のバスでは、首都高速中央環状線が東名高速道路に接続する。 首都高速3号渋谷線の大橋 JCT まで延伸されたことに加え、県央道を介して、東名高速と中央道が結ばれたこと、さらには新東名高速道路、新名神高速道路の部分開通もあり、東名高速経由へシフトする路線が増えている。蒸気のほか、チェーンベースが、アチパーキングエリアその原インターチェンジの他に、 初仮 PA 勝沼 IC に1カ所、スタマインターチェンジ長坂インターチェンジ下り線に1カ所、八ヶ岳 PA 小渕沢インターチェンジ下り線に2カ所、小渕沢インターチェンジ諏訪南 IC に1カ所、岡谷ジャンクションタッツの PA に1カ所設けられている。なお、中央 JCT 未開業のため、IC 番号には欠番となっている。IC 等の施設はないものの、 高井戸 IC 中央 JCT 間で世田谷区を甲府中央市区昭和 BS 間で中央市を通過している。敗戦後の日本を復興するために東京神戸間を結ぶ高速道路を建設するという構想は静岡出身の実業家である田中誠一よって最初に起案された。この田中の構想は本州の中央山地部を従貫する。 自動車道路をまず最初に建設して、この道路から海岸に向かって、連絡道路を設けて、全国の普遍的開発を図るとするもので、東京神戸間の幹線自動車道路が、現在の国土開発幹線自動車道の予定路線でいう中央自動車道西宮線に相当するものであった。田中構想は、瀬戸山三つや青木和夫ら当時の、 有力国会議員らの指示を受けて、1953年に国土建設推進連盟が結成されて、5月に社会党右派から国土開発中央自動車道事業法案が提出されるまでに至った。これに否定する立場を示したのが、建設省で東海道を予定線とする東京神戸間有料道路計画書を公表した。これ以後、東海道と 中央道のルートどちらを取るかという論争は激化していった。法令で中央道が定められたのは1957年4月16日の国土開発縦貫自動車道建設法が最初である。これはその3年後の1960年に交付された東海道幹線自動車国道建設法よりも先であり予定路線が定められたのは 同日の国土開発縦貫自動車道、中央自動車道の予定路線を定める法律である。この法律で、建設予定路線に定められた、中央道は、起点が、東京都、終点が、水田市という中央自動車道西宮線の、前身とも言えるが、その主たる、経過地は、神奈川県津久井郡相模湖町付近、藤吉田市付近、静岡県安倍郡伊川村付近、 飯田市付近、中津川市付近、小牧市付近、大垣市付近、大津市付近、付近京都市付近としており、相模湖町、飯田市間は、現在のルートとは大きく異なり、赤石山脈を貫通するものであった。1957年10月に、建設省は、国土開発縦貫自動車道建設法の規定により、日本道路公団に対して、 小牧神戸間の施行命令を出して、日本初の高速自動車国道となる、名神高速道路が着工されたものの、小牧から東京まで延伸する区間を、開発優先の中央道とするか、経済効率優先の東名高速とするかについては、政治家たちの政治活動を巻き込む、大きな問題に発展し、整備ルートは依然として決まらなかった。当時の建設省事務局内では、 東海道案を支持しており、1960年に東海道幹線自動車国道建設法案が議員立法される動きも出たため、これに対抗する中央道派が東海道派と激しく対立した。同年のうちに両者の妥協によって東海道幹線自動車国道建設法と中央道予定路線法が成立したことで、両路線は 同時着工する運びとなった。しかし、山地部の工事費が莫大であることから、山巡りのルートが、本当に実現できるのかということになり、翌年の昭和36年度予算編成で、経済企画庁が、東海道幹線自動車国道と、中央道の同時着工に難色を示した。翌1962年、中央道予定路線のうち、工事の難易度が、 比較的低い東京藤吉田間について基本計画が3月31日に整備計画が5月7日に定められると建設省は日本道路公団へ中央道本体の東京藤吉田間について施行命令を出したがそれ以降の小巻に至る区間については保留したしかし対する東名高速の各区間については 次々と前線に渡り思考命令が出されていった。青木和夫は長野県出身の政治家で中央自動車道実現のために貢献し、諏訪へのルート変更の際は主導的役割を果たした。中央道派の総帥であった参議院議員の青木和夫は戦前に大倉大臣を務めた経験もあったことから財政的にも透明拘束と 中央道の同時建設は困難であることに危機感を強め、中央道の全線開通が夢で終わることを有料した。このことで、青木はヨーロッパのモンブラントンネルの視察をきっかけに、建設省の進言を受けて、多額の建設費をかけて赤石山脈にトンネルを貫通させて横断する。 最短ルートを取るのではなく、諏訪を経由するルートに迂回変更することを決断して、地元を説得した。甲府から諏訪を経て稲谷を通過する北回りルートに変更することが突如発表されたのは、1963年5月のことである。その理由は、南アルプスの山岳地を長大トンネルで貫通する、当初計画よりも、 当時の金額で1000億円ほど安く建設することができるということであった。突然の変更決定に予定する経過値とされていた美濃部長は、大陳上段が議員たちに当初ルート案の遂行を訴えたが、決定が覆ることはなかった。中央道のルート問題は、1964年に国土開発縦貫自動車道建設法の一部を、 改正する法律の成立によって、経由地が、静岡県安倍郡伊川村付近から、諏訪市付近に改正されて、最終決着した。この時すでに中央道の本線として着工されていた、富士吉田線は、大月から分岐して、川口湖方面へ向かう、現在の支線のような路線となった。なお、これらの経緯から、開通当初は、高井戸 IC から、 川口湖インターチェンジまで投資番号が振られていたが、計画変更後に、八王子インターチェンジ川口湖インターチェンジは、建設予定 JCTIC を含めた、現在の番号に振り直されている。山梨県内の中央道の整備は、建設大臣、自民党幹事長、自民党副総裁などを歴任し、建設属議員として、県政を振るっていた。 金丸新が推進し、上野原インターチェンジと長坂インターチェンジは、金丸の意向で作らせたと言われる。高井戸調布間の工事では、山梨県側から、調布インターチェンジまでが、すでに開通しており、高井戸インターチェンジは、関八通りを経て、首都高速道路4号線と接続する予定であったが、東京都が売り出した世田谷区からす山地区の住宅団地内を通ることを、 東京都が沿線住民に事前説明していなかったことが発端となって生活環境に対する十分な対策がないまま建設工事の中止を余儀なくされており工事が再開されるまで3年を要している結局調布インターチェンジ付近で降りた自動車が招いた周辺道路の交通渋滞が新たな社会問題となったこともあり住民側の要請を受けた大儀士が 仲介役となって、当時の建設大臣、亀岡隆夫とのトップ交渉を経て、大義士側が住民側を説得することで、話し合いが行われ、日本道路交談側と住民側双方に不満を残しながらも、この問題は解決した。そのためもあって、最初の開通は、東名高速よりも早いが、東名高速が着工から数年で全線、開通したのに比べ、 中央道は着工から全線開通までに20年間の年月を要した。中央自動車道の開通当初、1車線の福音は、東名高速と同じ3.6メートルが採用されていた。しかしその後1990年代に入ってから、調布八王時間などで車線幅を狭めて、路肩を広げる工事が実施され、現在では開通当初とは異なる。 福音構成になっている。開通時期が古いため、急勾配やカーブが多く、東京近郊を除くすべての区間で最高速度が、時速80キロメートル以下に、制限されている。前述した通り、中央道は、他の都心部の高速自動車国道とは異なり、大部分の区間が4車線である。これは、開通前は、周辺道路の交通量が少なく、 中央道自体もそれほどの交通量を見込めないとされていたためであり、開通時は暫定に車線区間も存在していた。しかし、現在では、多摩、八王子地区等で人口が増加したこと、首都圏から名古屋、長野方面へのバイパス路線として機能していること、沿線にリゾート地を多数抱えていることなどから、交通量が多く、慢性的に渋滞が発生している。 これらの渋滞を解消するための対策として、上野原インターチェンジ大月 IC が一部ルート改良の上6車線化された。しかし、さらに交通量の多い高井戸 IC 上野原、インターチェンジは以前として4車線のままであり、根本的な解決に至っていない。都県境の小仏トンネルについては、新トンネルの掘削に関する調査費用を二0十二年度予算に、 計上する意向を、国土交通省が示し2021年1月現在は、上り線の付加車線及び新小仏トンネルについては、事業中となっており、加えて、下り線の相模湖インターチェンジ付近の、付加車線建設に関する調査を行っている。八王子伊東の区間については現時点で6、車線化等の具体的な計画には至っていない。 ネクスコ中日本や山梨県は東京都及び神奈川県沿線の市などに協力を呼びかけているものの建設には莫大な費用を要すること、採算性の問題、費用確保の問題などの理由から6車線化には消極的である。なお、 八王子インターチェンジ伊動では常時交通量が多く、路肩からの追い越しが後を絶たなかったため、路肩に追い越し防止のためのラバーポールが所々に設置されているとともに、取締り重点路線に指定されている。笹子トンネル天井崩落事故があった区間については2012年12月29日から2013年2月8日までの間、下り線を使った。 暫定に車線対面通行となっていたため、笹子トンネル内が最高速度時速 40km、大月ジャンクション勝沼 IC の暫定に、車線部分が最高速度時速 50km となっていた。2013年2月8日の完全復旧後は、通常の最高速度時速 80km、笹子トンネル内が最高速度時速 70km に戻った。 富士吉田線は暫定に車線で共用開始されたが、当時は中央分離帯はろからバーポール、縁石による仕切りもない区間が存在した。1976年に立て続けに死亡事故が発生した際には新聞の見出しで欠陥道路と批判されている。その後は仕切りが追加されるとともに上下4車線化の工事が進められた。 サービスエリアパーキングエリア中央道は全区間を通して交通量が多いためザ工事ジパーキングエリアを除くすべてのサービスエリアパーキングエリアに売店がある。またすべてのサービスエリアにガソリンスタンド、レストランが設置されているほかガソリンスタンドを設置しているパーキングエリアが何箇所かある。ただしパーキングエリアのガソリンスタンドについては時間帯営業の箇所がある。 サービスエリアのガソリンスタンドはすべて24時間営業。レストランは2010年6月30日まで石川パーキングエリア上り線にも設置されていた。かつて八ヶ岳 PA 下り線にもガソリンスタンドが設置されていたが2012年1月30日をもって閉鎖された。主なトンネルと橋江の山トンネル上り線入り口本線。 富士吉田線トンネルの数道路照明灯ハイウェイラジオ、八王子支社と名古屋支社の管理協会となる、異北 IC を境に、東側は、八王子支社の、時分現在の高速道路情報を、お知らせしますで始まる携帯、西側は、名古屋支社の一宮管制による4点チャイムで始まる、携帯に分けられている。24時間交通量道路交通センサスより一部データを、 抜粋して、作成24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成。2002年度区間別日平均交通量2002年度、総交通量2002年度料金、収入渋滞多発地点と、主な要因渋滞対策中央道では、年末年始の帰省ラッシュや春、夏休みのレジャーシーズンになると、 必ず約30から60キロメートルの渋滞が発生してきた。そのためネクスコ中日本では CM 等の各種 PR 活動や以下のような渋滞対策に取り組んできた。車線増加工事ウェブサイトの解説用中区間高井戸 IC 首都高速接続部にかけては急カーブであるえ、 側壁及び中央分離帯が高く遮音壁で囲まれていて非常に見通しが悪い。また渋滞が多発する箇所であるため速度超過による渋滞の最高尾への追突に対する危険性もある。小仏トンネル周辺、笹子トンネル周辺、スタマインターチェンジ中央道最高地点数はインターチェンジ えな山トンネル周辺は急勾配が連続しているため、速度低下や、超過の危険性がある。また、笹子トンネル、えな山トンネル周辺では夏場に天気が急変する、場合もある。小渕沢インターチェンジイナインターチェンジは、冬季にはしばしば降雪により、通行止めとなることがある。並行する道路は、国道20号と国道153号に、 ほぼ限定されるため、その際には、かなりの渋滞が発生する。また、通行止めとなる状況では、小渕沢インターチェンジ周辺にも降雪があり、IC から国道20号にアクセスする山梨県道、長野県道11号北斗富士見線は、国道20号に向かって、きつい下り勾配とつづら折れが存在しているため、大雪の際には、タイヤチェーンを備えていない車両が、 国道20号に向かう途中でスリップ事故を起こしたり、小渕沢インターチェンジに向かう途中で坂を登ることができずに立ち往生したりする光景が見受けられる。長野県下稲郡あ村のあパーキングエリア通過直後は5.4%の下り急勾配が続き、最高速度を超過しやすい上に半径300メートルの急カーブがあるため事故が多発している。 2006年9月14日未明に、トラックや、乗用車21台による玉突き事故が発生し、死者5名を出す、第惨次となった。このため、ネクスコ中日本では、アチパーキングエリア前後の標識を改良し、速度抑止策や、カーブ警戒看板を追加するなどして、警戒を促している。富士吉田線上り線の鶴 IC、大月ジャンクションには、見通しの悪い、 大きな左カーブがある。急に渋滞の最高尾が現れるので、追突事故を起こしやすい。全線で、大距離制で、距離あたりの料金は、以下の通りである。県央道内側における、料金体系の整理、統一の方針により、1979年から、均一性であった、高井戸 IC 八王子インターチェンジ間が2016年4月1日に、 対距離性に変更され、全線が対距離性区間になった。ただし、高井戸 IC 八王子インターチェンジ間の非 ETC 車については、単純支払い方式のままで事実上均一性が継続され、平均利用距離をもとにした料金から、区間最大料金へと値上げされた。また、ETC 車については、激変緩和措置として、当面の間、 一定の条件の下で2016年3月31日時点の料金を上限とする特例が設けられている。富士吉田線では2010年6月28日から2011年6月19日まで高速道路無料化社会実験を実施した。大月 IC、大月ジャンクション間は有料区間であるが、大月 IC、鶴 IC、 川口湖インターチェンジ総合間の利用は無料であった。2012年12月に発生した笹子トンネル事故を受け、2013年1月1日以降は、富士吉田線を迂回路として活用するために、無料扱いとした上で、大月 IC 一宮三坂インターチェンジ間を一般道で走行して乗り継ぐ場合はその差額を調整する措置が取られた。この措置は、 トンネル復旧工事完了後の同年2月12日午前0時で終了している。現行料金の特例遠隔沿線の宅地化が進み、三鷹料金所での渋滞による環境悪化や都市内高速道路の性格が強まったことなどから、1979年8月1日に均一料金制が導入された。しかし、都市内高速道路の性格が強まったとはいえ、 管理主体が異なる、首都高速道路とは別料金であった。公団が民営化されてもそれは変わらず、多摩地域の自治体からは、東京都から首都高速道路株式会社への出資金には、多摩地域住民の税金が含まれているにもかかわらず、多摩地域から都心へ行くのに、首都高速道路と別に、料金負担を強いられるのは不公平であるとして、 料金体系見直しの要望がなされてきた。2012年1月の首都高速道路の耐距離制以降に合わせ、この区間では短距離の利用に対する ETC 割引が開始された。2016年4月の耐距離制以降は、首都圏における新たな料金体系構築の一環である。その原則の一つには、管理主体を超えたシンプルで、 シームレスな料金体系が評榜されており、同時に首都高速の料金体系も高速自動車国道大都市近郊区間と同じ料金体系に変更された。しかし、首都高速との連続走行の場合は依然として別料金であり、固定額が2回分徴収される。この区間はもともと他の普通区間と同じ料金水準が適用されていたが、 2021年5月1日に、中京圏の東海環状自動車道の内側の高速道路料金の整理、統一が行われ、大都市均衡区間の料金水準に変更された。なお、この区間は引き続き普通区間であるため、首都圏、京阪神圏の大都市均衡区間では適用されない ETC 割引制度は適用される。 1972年の道路審議会答申に基づいて、江那山トンネル通過者には割高な料金設定がなされてきた。こちらも沿線自治体からは不公平であるとして撤廃を求める声が上がり、2000年10月には、伊那市、駒金市、飯田市、中津川市、江那市の5市の市議会議長で、 中央自動車道、江奈山トンネル闘技協会連絡協議会が設立された。一般道へ回避する車による沿線環境の悪化も見られることから、2009年5月に高速道路利便増進事業による ETC 割引が導入された。2011年8月には割引が拡充されて ETC 車も対象となり、一旦は事実上撤廃された。 利便増新事業の割引財源が切れる2014年4月からは割引ではなく通常料金自体を値下げすることになったが債務の返済状況や料金徴収コストを踏まえ当面10年間 ETC 社限定で実施している ETC 時間帯割引2016年4月1日から全線が大距離制区間となったため 八王子本線料金所では時刻判定を行わず、入り口と出口の通過時刻をもって判断する。高井戸 IC 八王子インターチェンジ間の出口に設置されているフリーフローアンテナでも時刻判定を行うようになった。2016年3月31日までは八王子インターチェンジを境に料金制度が異なっていたため、 ここで区切って、別々に割引適用を判断していた。ただし、早朝夜間割引については、特例があった。2016年4月1日から2017年1月17日までは、八王子本線料金所と、各インターチェンジの料金所及び、フリーフローアンテナでは、従前の方法で判断した料金が通知され、請求時に修正されていたが前述の、 激変緩和措置が適用されない場合を除き2017年1月18日からは各インターチェンジ出口のフリーフローアンテナで料金を通知する方法に切り替わった。均一性区間におけるタン区間割引2012年1月1日から2016年3月31日まで実施。 均一性区間の特定 IC 間を利用する ETC 車については150から350円引きとなる。時間帯割引の重複適用はない。高井戸 IC 八王子インターチェンジ間の大距離性移行により発展的に解消された。2008年度に発表された高速道路の有効活用。 機能強化の取り組みの一環として、当初は2011年4月から2018年3月までの実施予定とされていた。特別区間割引走行全体ではなく、特別区間の距離単価のみを割引する。本線富士吉田線中央道の大半は山地部を通過するために、沿道には多くの山がある。ありがとうございます。